ということで今回は、こちらを開封していきます。マータなんか買ったのか。明らかにジャンク品っぽい梱包で草。中を開けると、本体、が入っています。なんだこれ。今回紹介するのは、マイクロソフトさんの、ルミア550くんです。ルミア 550? なんすか、ルミア550って。ダメだこりゃ。ルミア550はマイクロソフトが2015年9月に発売したスマホである、エントリークラスの 4.7 インチディスプレイのスマートフォンであり、OS にマイクロソフト Windows 10モバイルを搭載している、シングルシムとデュアルシムのモデルが用意され、価格は139ドルからとなっている、だぞ。Windows 使ってるなら普通知ってるよね。いや知ってるわけないだろ殺すぞ。2015年のスマホとかすでにヤバい匂いしかしない。細部を見ていきましょう。右側面には、ボリューム、電源ボタン。下部には、マイクロ USB 差し込み。上部には、イヤホンジャック。背面には、カメラ、ロゴ、となっています。マイクロ USB なのが時代を感じさせるな。4.7 インチっていうのも今あんまないよな。とりあえず起動してみましょう。ちなみにこのスマホ、スペックはどんな感じなんだ。こちらのスマホですが、メモリは 1GB、ストレージは 8GB、CPU はスナップドラゴン210の 1.1GHz、リアカメラは500万画素、画面は 720×1280 の 4.7 インチ、となっております。これはゴミ。こんなんで Windows が動くのか。起動するとこんな感じです。いかにもって感じだな。ちなみにこちらから、すべてのアプリのリストに行くことができます。Windows のスタートボタンみたいだな。まんまで草。設定を開くとこんな感じです。これもデザインは Windows のまんまだな。これは UI が非常にわかりやすいな。ストレージですが、7.28GB のうち、2.72GB を使用しています。やっぱ 8GB は少ないな。では、とりあえずインターネットを閲覧してみましょう。スペック的にめっちゃカクつきそうだな。まあ、両つべとかはほぼ無理と思っていいだろうな。なんか変じゃね。なんか、よくわかりませんが、アップデートが必要みたいなので、早速ダウンロードをしていきます。いやなんか変なことになってるぞ。初手で謝られる恐怖。なんか待ってたら、いつの間にか使えるようになっていたので、私のチャンネルを検索してみます。なんかキーボードが独特だな。英語のフリック入力の難しさは異常。ということで検索が完了しました。なんか、思ったよりサクサク動いてくれています。ちらほら別の人出てくるの草。検索トップが別の人なの草。それでは両つべを見てみましょう。A few moments later. ということでトップ画面が開きました。意外と滑らかに動いてるな。メモリー 1GB の Windows 10って考えたら、十分量やっとるよな。まあ私は昔 512MB で動かしたことありますけどね。それ別に何の自慢にもならないけどな。低スペックマウントとかダサすぎて草。4.7 インチなので、画面はやっぱり少し小さい気がしますね。いやお前の iPhone SE と同じ大きさだろ。SE とかいう乗客専用端末。あ、殺すぞ。せっかく Windows ということなので、Office を使ってみましょう。このサイズ感とスペックで Office は結構心配だな。ちなみに今は何をやってるんだ？なんかいろいろ試してみて、結構惜しいところまでは行ったのですが、なぜか Microsoft アカウントにログインできず、結局使うことができませんでした。は、何言ってんのこいつ。パスワードくらい思い出せやかす。いや完璧に覚えてるんですが、どういうわけか大文字が打てないバグから抜け出せず、何度やってもログインはできませんでした。さ、何やそのコミカルなバグ。いや私が悪いみたいに言わないでください。あくまでも端末側の問題です。お前がマイクロソフトに嫌われてるってことでオケ。自分の非を認めない悪質 YouTuber の鏡。次に、カメラの性能を試してみましょう。今回の被写体になってくれるのはなんとオレンジのテープカッターくんです。やっすな。意外と色味も悪くない感じで、シャッター遅延もありません。次は、コルタナさんを使ってみましょう。こちらも使う前に、再起動をして、必要なデータをダウンロードするところから始まります。この感じめっちゃ Windows だな。99% 完了からが長いんだよな。やっと準備が完了したので、話しかけてみます。坂本ゲームズとは、Hey チャンネルの永遠の繁栄を願う視聴者の鏡。ちほう、コルタナ、視聴者だった。これはシングラリティやね。え、何が起きた？なんか、ネットに繋がらないみたいです。いや、そんなもん繋いどけやかす。調べてみたら、モバイル版のコルタナは、サポートが終了しているので使えなくなってるらしいです。おいマジかよ。コルタナが使えないとか、これただの板じゃん。やっぱシリが最強だよな。
やめたれ。ということで今回は、こちらを開封していきます。急に始めんなやかす。今度はなんだよ殺すぞ。今回紹介するのは、エラクシーさんの、T20 くんという、ノートパソコンスタンドです。T20、なんすか、T20 って。ダメだこりゃ。T20 とは人間工学に基づいてデザインされたノートパソコンスタンドである、スタンドを正しく使うことで肩部や腰部への負担を軽減し、姿勢や猫背の解消ができる、またスタンドの通気口設計により、パソコンの放熱を迅速に行うことができ、作業効率をアップさせることができる、だぞ。ノートパソコン持ってるなら普通知ってるよね。いや知らねえよカス。スタンド使うならデスクトップ買えばいいと思うのはワイだけか。こいつ絶対スタンドやつだろ。一回使ったらもうなしには戻れないのがスタンドだからな。なんか危ない薬みたいで草。スタンドが隠語みたいになってて草。早速開封してみましょう。中を開けてみると、本体、保証書、が入っています。結構シンプルな感じなんだな。サイズを見てみると、表面には、滑り止めパッド、落下防止用スメ、がついています。また背面にも同じように、滑り止めパッド、がついています。ほーん、そうなんか。これ言うほど背面にも必要か。こいつ素人で草。机と密着させるために必要だろ常識的に考えて。でもそれ接着剤でいいよね。早速使ってみましょう。このようにヒンジを動かすと、人間の角度に調整することができます。ちなみにめっちゃ硬いです。めっちゃ硬そうで草。絶対に曲がりたくないという強い意志を感じる。とりあえず私のメインパソコンでもある、シンクパッドくんを置いてみます。なんかシュールな光景で草。これ落ちたりしないのか。滑り止めと爪がついているので、このように揺らしてみても、叩いてみてもびくともしません。いや叩くなよ。当たり前かのように壊そうとしてるのくさ。こちらのシンクパッドくん、もう2年くらい使っててほぼ不満はないんですが、唯一とも言える課題が、排熱なんですよね。たまに熱々のキーボードで作業してると、何をやってるんだろうという気分にもなります。シンクパッドは熱暴走で有名らしいな。シンクパッドが熱いってくさ。こちらですが、使ってみると、なんか、すごい通気性がある気がします。通気性がある気がするってなんだよ。語彙力で草。ちなみにこのスタンドですが、最大重量 10kg まではいけるらしいです。は、ふざけんなよ。Y の世界最強のポータブルパソコンデュラファックかっこ19kg が置けないとかなめてんのか。なんやそれ草。それもう半分デスクトップだろ。まあ、普通の使い方をしてたら、重量制限をオーバーすることは基本的にないと思います。事前にクレームを避けるレビュアーの鏡。またこのように、パソコンだけでなく、タブレットのスタンドとして使うこともできます。確かに、タブレットを立てかけるのって以外にも場所とか角度を選ぶからな。下手したら顔面に落ちてきて死亡事故にもつながるからな。私も過去に顔面に落ちてきて非常に辛い思いをしたことがあります。成仏してくれメンス。タブレットということで、一応 CFH2 くんも置けるか試してみました。でかくて草。これ言うほどタブレット枠か。しばらく使ってみましたが、高さと角度がつくので、姿勢が良くなる感じはありました。やっぱそういうのあるんだな。さすが人間工学に基づいてるだけのことはあるな。やっぱ時代は人間工学だよな。なんか引っかかる言い方やめろ。ちなみに、このようにコンパクトに折りたたむことができるので、旅行や出張などに持っていくこともできると思います。これって重量はどんなもんなんだ？なんと、たったの 1.78kg です。約 1.8kg って言うと、このペットボトルに、この缶を合わせたくらいだな。いやめちゃくちゃ重い。しかも今なら、若干割引が適用されるようなので、大変お得となっているみたいです。それはお買い得だな。あんま相場とかわからんけど、実際安いよな多分。ということで、いかがでしたでしょうか。デザインは人間工学に基づいており、座っての作業、立っての作業、その他様々なシーンにおいて、肩部や腰部の負担を軽減できるデザインだと感じました。また使い方も非常にわかりやすく、初めてスタンドを使う方にとっても簡単に使うことができると思いました。人間の負担を軽減できるだけでなく、排熱の処理の最適化を図ることでデバイス側の負担も軽減できるのではないかと思いました。また、事務作業などで普段からパソコンを長時間作業する方にとっては特に最適で、プライベートの用途のみならずビジネスシーンにおいても十分活躍できると思いました。模範的なコメントありがとうございます。次回、タブレットをスタンドに置いて使うようにしたら、世界から悲惨な事故が減った。乞うご期待。これはノーベル賞。なぜ人はデバイスを横たわって使ってしまうのか。你在无中生有，暗度陈仓，凭空想象，凭空捏造，无言无语，无可救药，逝者安息，一路走好，傻子巴拉。